世界の鉄道一覧シエラレオネの鉄道シエラレオネの鉄道の本校ではシエラレオネの鉄道の歴史や現在の概況について述べる。シエラレオネにおける鉄道建設は19世紀末のイギリス植民地時代に始まり、そのうちの一つシエラレオネ政府鉄道は1930年代に総路線長が 500km にも及んだ。また、 内陸の鉱山から鉄鉱石を運ぶ施設として、敷設されたマランパ、ペペル鉱山鉄道は1933年に、開設、1990年代まで運行された。内戦の収束後は中華人民共和国資本による、季節路線の復旧や新規敷設の提案がなされている。フリータウンのコットンツリー駅、1915年。 シエラレオネ国立鉄道博物館2007年9月23日のシエラレオネの鉄道シエラレオネの鉄道の歴史はイギリス植民地時代の1897年に直轄植民地フリータウンから近郊のウェイリントンを結ぶ 11km の区間が開通したことに始まる同区間は以後内陸の棒やケネマへと順次延伸されマケニへと向かう視線も付設された 1930年代には総路線長 500km に及んだ。機関は 762mm 事業者はシエラレオネ政府鉄道。シエラレオネ共和国の独立後、運行環境が悪化し、1974年には全路線の操業が停止した。21世紀の初頭、フリータウン近郊の港町の不当にあった。 蒸気路線の走車場に当該路線で運用されていた蒸気機関車やディーゼル機関車、客車などが放置されているのが見つかった。再発見された車両の中には1961年のエリザベス2世女王シエラレオネ訪問時のお召し列車も含まれる。走車場は博物館に改装され2005年にこれらの車両を展示する。 シエラレオネ国立鉄道博物館として開業した。一方で、蒸気鉄道網とは、別個に、1933年に、鉄鉱石を産出する、マランパ鉱山から、ペペル港を結ぶ 85km の私鉄路線が、シエラレオネデベロップメントカンパニーにより付設された。期間は 1067mm である。1930年代当初は、 ベイアー・ピーコック社製、ガーラット式蒸気機関車3台による運行であったが、1950年代に、バーミンガム鉄道車両会社製のディーゼル機関車5台が導入された。このマランパ、ペペル鉱山鉄道は、ポートロコで採掘した防気サイトを運ぶためにも使われた。しかしながら、マランパ鉱山における、 鉄鉱石の採掘が1990年代の内戦の影響で中断すると路線は荒廃した。2005年にはレールや枕木の盗難が発生していることが報告された。内戦収束後の2009年にシエラレオネ国内でダイヤモンド鉱山の採掘を手掛けるアフリカンミネラルズ社がマランパ・ペペル鉱山鉄道の全線を買い取り、 標準機への切り替えを含む線路の復旧を進めた。これと同時に、鉄鉱石や防気サイト鉱山を有する、トンコリリ群への延伸も実施され、2011年に完工した。マランパ鉱山における採掘も2012年頃に再開する。しかしながら、その後のエボラ出血熱化及び鉄鉱石価格の低迷により、アフリカンミネラルズが保有していた鉄道路線は、 2015年4月、中華人民共和国の国有企業である、三島鋼鉄集団に譲渡されることとなった。ありがとうございます。